我々放送席から見えるのがセレッソ大阪のサポーターですが、ピンク一色に一角が染まりました。今前半の45分がスタートしました。以降きちんとセレッソは順位を浮上させました。前を向いてブルーノメンです。そのままシュートだ。キーパー林がうまくさばいた。フィニッシュ。これもディフェンスに当たってなんとかクリアしました。村屋ボックス内です。でオリベイラシュートの道がない。オージェソクは左東を使い、東が入れたボールにヘディングシュート。永井が決めて1対0。後半立ち上がり永井が決めました。後でセンターバックとセンターバックの間に少し距離ができて、その間に永井がいいポジションを立ってましたね。セットプレー蹴るのはその三田の左足。あーいいボールだ。慣れた。2点目。森重決めて2対0。セットプレーへ行きました。変えた。その変わったばかりの三田から森重。采配もズバリ、セットプレーもズバリ、貴重な追加点が入って2対0。この左足のキックですね、インスイングの速いキック、はい。前にストーンを置いてるんですけども、ボールスピードも速いですし、ボールの軌道がゴールキーパーに向かってくるボールに対して森重が入ってきましたから、はい。ディフェンスも対応できないですし、ゴールキーパーのキックも、シュートが来るのかクロスに対してのポジションも取らなきゃいけないので、拾っていい角度はソーザ、一人剥がしてソーザー正面のキープ。もう一回笛が鳴ったのは見た。浮かせてボールを拾って、そのままシュート体勢は取れないか。ジャエル、ディエゴ・オリベイラショット。3点目はなりました。相手のこれで息の根を止めましたか。この、はい、この動きとこのパスですよね、はい。このタイミングがぴったり合ってましたね。シュートは最終的にゴールキーパーの股下通したんですけれども、そして東京キープ。そして今試合が終わりました。手を叩いて、表情こそ変えませんが、長谷川健太監督、